はい、基本一人です。いつもありがとうございます。お昼にね、ご飯を一人で作って一人で食べる、ぼっち飯ですけどもね、今回ね、何作ろうかなって考えました。そしたらね、昨日ですね、夜クリームシチューを食べたわけですね。その残りがあります。それでね、まあちょっとアレンジレシピでなんかできないものかと思ってね、ネットなんかでちょっと調べましたね。そしたらまあグラタンだとか、ドリアだとかね、出てくるわけですけどね、今回ね、ご飯がね、冷えたご飯がこれだけ、余ってます。で、通常ならね、チャーハンにして食べちゃうところなんだけど、今回はね、こちらをね、チキンライスというかね、ケチャップライスをね、作ってね、あったかいクリームシチューかけてね、食べたら結構美味しいんじゃないかなと思って。以前食べたことあったんですね。ところがね、しばらくね、食べてないですね。それだからちょっとね、なんかすごく食べてみたくなったんでね、今回久々に作ってみようと思います。こちらがね、昨日作ったクリームシチューですね。こちらをね、温めてですね、あとはチキンライス、ケチャップライスですね。今回チキンライスって言ってますけどね、鶏肉は使いません。まあこちらをね、温めてね、炒めて、ケチャップで和えると。で、まあ、ミックスベジタブルと玉ねぎがあるんでね、それぐらいは入れてね、あとは塩コショウ、あとコンソメスープなんかをちょっと加えてね、味付けしてみたいと思います。はい、じゃあ作っていきますね。はい、まず玉ねぎというか、小さい玉ねぎを1個使います。最近玉ねぎがね、高くてね、本当にね、3個でね、中ぐらいのやつ3個でね、100円中の時代がね、ずっとあったんだけど、今本当にその2倍の値段ですね。本当に高くなりました。ね、小麦粉なんかも高くなって、食パンとかね、ああいうのも値上がりしてますね、今ね、菓子パンとか。なかなか大変ですね。ガソリンもね、なかなか今高いしね。なかなか、いろいろ値上がりがありますね。はい。これを切って。小さいね、しかしね。まあ本当にご飯もそんなに多くないんで、今回はこれでいいけどね。はい。すぐ炒まるようにちょっと小さめに切りますね。玉ねぎがね、こんな高くなるとはね、予想つかなかったね。ずっと安かったんだけど。結構量があるか。これだけであれば、ミックスベジタブルと一緒にね、炒めちゃいますけどね。はい。温めますね、まずフライパンを。はい、オリーブオイルですね。こちらを入れてきます。ちょっと入れすぎたかな。まあいいや、しょうがない。入れすぎちゃったもん、しょうがない。ミックスベジタブルと玉ねぎを、まあ、最初にちょっと軽く炒めますね。はい、これにご飯を入れていきます。久しぶりだな、チキンライス作るのね。あんまりね、チキンライスは作らないんですね。今回のケチャップね、チキンライスは久しぶりに作るためにね、わざわざ買ってきましたね。それぐらい、チキンライス
作らないしね、ケチャップもあんまりね、使わないですね、うちでは。はい、コンソメを入れます。軽くね。あと塩。はい、あとはここをちょっとケチャップを入れてきますね。これぐらいでいいかな。もうちょっと入れた方がいいかな。もういいか。ちょっと水分が多いかな。もっとパラパラにできないもんかね、チキンライスって。油も多かったしね。どうなんだろう。ちょっと味見してみようかな。うん、久しぶりに作るからなんか。はい、これでこちらは出来上がりですね。胡椒をちょっと振りかけとこう。はい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 、はい、こちらは出来上がりです。これですね。ちょっとだけお湯を、水をちょっと入れて、こちらも温めていきます。昨日ね、クリームシチュー結構美味しかったんで。ちなみにしめじ、じゃがいも、玉ねぎ、人参、鶏肉ですね。はい、こちらをね、まずちょっとベタっとしちゃったな。あまりチキンライス作らないんでね、うまく作れませんでしたね。ちょっと油っぽくなっちゃったし。はい、これにね、はい、こんな感じ。感じですね。はい、どうでしょうか。ねえ、美味しそうですね。はい、ということでいただきます。久しぶりだね、こういうね、クリームシチューのアレンジレシピ。うん。今クリームシチューとチキンライスを両方ちょっと食べてみましたけどね、美味しかった。チキンライスだけでどんな感じかちょっと食べてみよう。うん、まあもうちょっとね、チキンライス味の調整が必要だけどね、久しぶりに作った感じではいいかな。うん、このあのチキンライスにね、あのクリームシチューかけたメニューってね、もう40年ぐらい前になりますけどね、大学の学食でね、あったんですね。こうやってチキンライスにクリームシチューがかかってね、あとコロッケとサラダかながついてね、その当時、今まだ40年ぐらい前なんでね、250円とかね、そういうセットのね、あったんですね。
それをね、結構ね、食べてたんでね、その頃よく食べてましたね、このメニューはね。チキンライスプラスクリームシチューってやつ。あ、ちょっとスープをつけるとよかったね。これコンソメのスープ作ってね。まあ今回はこれで食べるけど。たまにはいいね、ほんと。ほんと久しぶりに食べたね。20年は食べてないんじゃないかな。チキンライスはチキンライスで食べてもいいし。今回はね、クリームシチューにかけるっていうことでね、まあチキンライス作るにも、普通なら鶏肉入れるわけですけどね、もうやめましたね。チキンライスだけでも美味しいんだから。クリームシチューかけてそれ食べりゃ、それは美味しいに決まってる。学生時代の味という感じです。これはいいね。久しぶりだし懐かしいし。なんかね、こういうの食べてて思うんだけどね、なんて言うんだろうな。僕はね、なんか、どっちかっていうと、昭和のね、洋食屋さんだとか、あと喫茶店で、作るね、ナポリタンみたいな感じのね、昭和の洋食みたいのが結構好きなのかもしれないなと思って。あとはね、これ、チキンライスじゃなくてね、ピラフでも美味しいかもしれないですね。ピラフに、クリームシチューかけたやつとかね。ちょっとくどめでね、体にはなんか良さそうじゃないけど、栄養もね、野菜も少ないしね。まあたまにはいいね、本当に。何のために生きてるかってことになっちゃうからね。栄養ばっか気にして美味しいもの食べてなかったら。また作りたいメニューだね、これもね。ちょっとめんどくさいけど。まあ、でもクリームシチュー作った後だったら、ね、クリームシチュー作った後に冷やご飯があったら結構ね、やりそうなメニューになります。またやります。もうちょっとあれだな、チキンライスが油っぽくなかったらね、今日油入れすぎちゃったんでね、パラッと仕上がったらね、もっと美味しかったんじゃないかなと思います。ごちそうさまでした。懐かしい味。ほんと懐かしかった。まあ僕の大学時代はね、結構ね、あんまり授業にもあんまり行かずに、1年留年してね、卒業したぐらいなんでね、本当に学校行ってもね、学食だけ食べて帰るとかね、学食行ってご飯食べて、授業は出ずに、放課後ね、友達と、クラブの友達とかね、部活の友達ですね、話をして、帰るみたいな。家の近く、学校の近くにも住んでたことあるんだけどね、まあそんな生活したぐらいなんでね、まああんまり褒められたもんじゃないですね。余談でしたけれども、ということで今日はね、クリームシチューがね余ってたんで、なんかできないかということで、ケチャップライスにねクリームシチューをかけて、食べてみましたということで、最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。基本一人でした。